越しは？ふさわしますふさわしいです。せえんないんだ。僕はまだしないですね。僕探してるけどな、ないな、なかなかやっぱり。どこ探してるんですか？おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとどうしたんですか？何がいいの？え？そうな、ちょっと相談に来たんやけどな。またですか？うん、何ですか？何ですか？いや、松本かな、大学に合格してるかもわからんって言ってんねん。え？大学？うん。どこと？合格してるかもわからん。それでちょっと一緒にちょっと見に行ってくれへんかって。今日なんか合格発表らしいんや。あ、知らんかったな俺。受けはったんですかね？受けたんやろな。いや本人言うてんねんから、そらそうやろ。ねえ。だからちょっと一緒に行ってくれへんか。今なその近くの喫茶店で待ってんねんって。でそこに近いらしいんや。あ、そうですか。合格発表。あ、ほな、行きましょうか。いや、これ、知らんかったからさ。もう全然知らないですよ。合格してたらな。おもろいですね。うん、大学生やもん。いや、なんかここがおるらしいから。受かってた、おもろいですよね。おもろいっていうか、まあ、受かってた、これ、すごいことやね。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。みんな、連れてきたね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。大学受けてたんですね。な、いや受けてたんですね。知らなかったっす、ね。今日見に行くんでしょ。うん、受験。あ、見に行くよ、ね、うん。めちゃめちゃ緊張するわ。それはすごい緊張するでしょうね。あれはすごいことやね。まあ、俺な気持ち的にはまあ半々ぐらいかなと思ってんだけど。もう受かってたおもろいねこれ。おもろいですよ。なあ、本当におもろいですよ。いやいや受けてないよ。受けてないよ。いやいやいや、大学受験でしょ、ええ、大学受験したんでしょ。してないよ。え、受けてないよ。いや、でも受かってるかも分かれへんやん。浜田さん受けてない。いやだから見に行ってみな分かれへんやん。そうやな。見に行ってみな分かれへん。いや見に行ってみな、それね合格発表だから、うん、え、受けたんでしょ。受けてないよ。でも引っかかったのか。それは分かれへん。手応えあったかもね。手応え。何言ってんすか。浜田さんよ、しつこいな。しつこいって受けてない。行ってみな分からん言ってんのか。いや行ってみな分からんも何もないですよ。そんなもん何がいいの。受けてないって言ってるんですよ試験を。ちょ、コーヒー遅いな。コーヒー遅い。コーヒー頼んだ。いや頼んでないよ。いや来ないですよ。来ませんよ。コーヒー来ませんよ。頼んでないんでしたら、あのホットドッグと一緒に持ってくるのが分からへんわ。ホットドッグ頼んだんですか。頼んでないよ。え、来ませんよ。じゃあお前うるさいねお前。緊張してるから今から発表は。ああもうどうしよう、ほんまにやめようかな。いやもう、じゃあもうやっぱ受かってないんちゃうかな。受かってる落ちてるとか関係ないですからね。受かってないんかな。いやそれは分からん。それは分からん。分からんよな。分からん。あの普通何番なんですか。あの受験番号。あ、番号なんだね。これがなんか弦がええねや。あれ何番。ナプキンですわこれ。はい、何番。え、何にも書いてないですね。まあでもほら、ごちゃごちゃ言うてもしゃあないやん。とりあえず本人不安やから。え、俺ら一緒に行った方がいいか。うん、一緒に行きます。いや、どうする。いや、なんで行ってもあかんかったらあかんで、それ諦めるし。ほんま来てもう一人やったらほんまどうしていいかわからんし、あかんかった時にな。あで、もしやで、もし受かった時にやっぱり一緒に喜び分かち合いたいわけやんか。そらそら、それはもう一緒に来て、うん、合格発表はあるんですか。ある。それはある。ある。だって聞いたもん、やってるって今。誰に。コムに。コムはそんな問題してたから。分かった、行こう行こう。はい、一緒に行こう。50音順に。僕ですね、遠藤から。僕は行きますわ、じゃあ。から行く。もうええがな。田中や。田中で浜田さん。俺や。浜田さんや。俺や。ああ。山崎や。うん、松本さん。ちょ、もうちょいゆっくり歩こうや、もう。大丈夫っすって。ドキドキするやんけ。まあまあ、それはもうほら、もう、精一杯やった結果やから、ほら。やってないけどやな。いや、大丈夫。理工学部なんや。え？理工学部なんや。理工学部って。え、ここでしょ。ここ受けたんすよ。ここやろ。うわ、もうどうしよう。うわ、止まれって書いてるやん。ちょ、もうゆっくり行こうや。なんでな。大丈夫ですって。受かってなかったらどうすんねん。大丈夫やって。まあさ、確かにそうやな。受かってなかったらどうすんねんって話やん。
さ、でもほら。受かってるわけないですけどね。え？もういやーもう、まあまあ、もうどうしよう。あれ？あそこちゃいますかね。あ、ほら。出てる出てる。うわ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 、あるわ。発表見てる。行きましょう。発表見てる。うわ、どうしよう。いやいや、大丈夫です。ちょっと待って。ない。何？受験票がない。受験票もうええって、大受験票いうかあれがない。あ、受験票。あ、たたたた。うわ、もうどうしようかな。大丈夫ですか。いや、ちょっとどうしよう。何がやな。喜んでる喜んでる。あったあった。おお。うわ、あった言ってるやん。もうどうしよう。合格したんですか。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。あった言ってるやん。これがあったらどうすんねん、お前。13年度や。うわどうしよう。ですね、これ見てほら、これ確認できるかな、はい、もう。さあ見てください。何番なんですかね。はい、あれ？あ、ね、当た。ちゃうの。え？生なんですか。いや何も書いてない。いやどれみたいか分からへんね。いやあの数字を照り合わせたらいいだけですから。あったら。そう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 合格ですね、うん、あこれちゃうかな、あじゃあ合格じゃない371、うん、ちゃうわ、何見てちゃうと、これかこれやわ、いやいや1個ですよ全然違う、1個ですよあったとしても、うん、どう分かった、何も書いてないのに、何が言うの、何をしてんの、本人納得してんねやっちゃう、本人が納得したらええ、ああ、あれ、あやっぱりやっぱりっていうか残念やな、あしゃあないですね、また来年もありますしね、どんどん頑張ってもらってな、まずいな、行きましょうか、行きましょう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 、はい、マジで、うん、まあまあ、あしゃあないですよ、しゃあないですよ、どうだ、手応えはあったんやろ、あったな、だから俺もう失敗したな、俺車乗ってこっち来るときも思ったんやけど、うん、去年やったんちゃうかなと思うねんな、あーそっかそっか、去年受けてたんですか、受けてないよ、だからそでもな、そうそれを間違えたかもね、来年あるかもしれない、あーもうやめましょうやめましょう、もうやつ当たりは戻りますけど、ああもうちょっとちょっとちょっとここの人がもうかわいそうじゃないですか、これ来た時に困りますよ泣き崩れましたよ、ほらもうさあ行きましょう、行きましょう、行きましょう、もうどうでも終わったんですよ、そうですよ、どうして行きましょうよ、もうなかったからさね、どうしようか、どうしようか、戻りましょう、帰りましょう、戻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 らんと、しゃあないですよ、なんでやねー、どこ向かって言ってるんですか、何に上向かって言うたら分かるけど、行きましょう、行きましょう、しゃあない、しゃあないですよ、行きましょう、どうしよう、どうしよう、帰ろうか、ほんだら行きましょう、もう帰りましょう、ちょっと待ってくれ、あの合格発表な、見たらな、あの受かってても受かってなかったもな、あのさっきの喫茶店あれやっけ、あそこで待ち合わせしてご飯食べに行こうって言って、あ、そうなの、待ち合わせしてるんで、あ、そうなの、そっちへ戻らなかったね、ほんならもう先に行きましょうか、はい、そうですね、はい、行こう行こう、ちょっともうこうしゃあないで、それはな、受けてないから言って受かれへんかね、はい、あ、そうですね、そうですね、そうやな、そうですね、何時、6時前ですね、6時前ですよ、もうかなり待ってますよ、誰と待ち合わせしてるんですか、してないよ、道混んでるから遅れてんちゃうかな、え、待ち合わせしたんですか、してないよ、でも来るかもしれんや、帰ろうか、どうしましょうか帰ろう、いや帰りますわ、帰ろう、いやでもしょうがない、待ってるだって間に合ってしないの、誰も来ませんよ、いやごめん、俺も帰ろう、その、うん、どうやったらいいか分かれへん、そうですね、あ
松本もほんま帰りや適当に、うん、私はな、うん、すいません誰も来えへんで、誰も来ませんよ、私はあれごめんなみんなな、いやいやほんまですよ、何やねん